やっやっほー、ウィルソン家の兄弟の長女のジョアナです。アンディです。ジョンです。で、今日は兄弟トークをしたいと思います。で、まああんまりさ、どういうことを話そうとかテーマとかあんま考えてないけど、3人とも日本で外国人として育ったから、その経験についてちょっと一緒に話せたらいいかなって思ってんねん。うん、誰かコンテクスト紹介して。僕たち田舎で育ったから、もう町の中、村の中で外国人僕たちだけやったよな。だからめっちゃ目立って、うん、学校でも小学校行ったけど、僕とジョアナ外人2人だけ、うん、で、僕は結構楽しかった。違うって分かってた、日本人ちゃうって分かってたけど、どうでもよかったから、ただサッカーして友達と遊んで楽しく、違うけど I was like I don't care, I'm different, I'm cool って感じやった。アンディ人気者やってん。めっちゃモテモテやったもん、小学生の時。そうだっけ。 Times have changed。 そう、3人とも公立の小学校行って、中学校からインターナショナルスクールに行ってんな。で、ジョンは3年生の時に引っ越しだから、ジョンだけ小学校2つ経験してる。そう、うん、ね、日本の公立の小学校行ってるのどうやった？学校やん。経験、外国人として、めっちゃしっかりしてて、掃除するのも普通やって、給食も普通やって、イギリス来て、うわ全然ちゃうなみたいな。 それからインターナショナルスクール行って全然ちゃうやん。でも面白かった、楽しかった、うん、あんまり勉強しへんかったけどそれはアンディだけや。楽しかった。と僕もうちはでもなんか幼稚園も地元のさ、ちっちゃい幼稚園やったやん。で、田舎やったから、みんなもう3歳の頃から知ってる人たちとずっと一緒で、うちの場合は3年生の時に、3年生って8歳9歳やんな、多分その時ってこう周りと自分を比べる年齢やと思うねん。で、急にその時めっちゃいじめがあって、でもなんかまたなくなって乗り越えて、全体的にはすっごい楽しかった。アンディが言うみたいに日本の小学校ってすごいいいとこやと思う。めっちゃ楽しかった。うん、ジョンは？楽しかった。でも外国人やったけど、多分もっとみんなの、ずっと一緒に育ったから、みんなの一緒で友達ともう普通やったと思う。うん、ジョンは自分がこう違うとか感じたことある？あると思うけど、僕そんな考えへんからそんなストレスしてなかった、うん、でもジョンのあの面白い話を知ってる？野尻湖の公園の話教えて。これ、ママが言っててんけど、なんかそのジョイジョイ一緒にやってる外部系と一緒に野尻湖っていう長野県にあるとこに夏休みに行ってんな。で、なんか外国人がいっぱい集まる別荘地じゃないけどみたいな、いろんな、そう、うん、キャブ場かな、シャレーとか、ああ、なんていうの、あれ、キャビンがあって、ジョンがその時多分3、4歳で、ああ、公園で遊んでたらしいねんな。で、もう一人白人のジョンみたいにめっちゃブロンドやってん、ジョン昔ブロンドの白人の男の子が遊んでて、で、ジョンが一緒に遊んでてんね。で、ジョンが急にめっちゃ泣き出して、怖い怖い怖いって言っててんな。で、ママがどうしたんって聞いたら、 Why does he look like me? って、なんであの男の子僕の顔してんのって、なんか僕に似てるんって言って、すごい怖かってんって、ジョン。めっちゃ面白くない？見たことない。自分の年の多分白人の男の子を見たことがなかったんやと思うなあ。でもいつも京都行くとき、覚えてた、うん、京都車通るとき、あ、外人や なんか仲間やみたいな感じで、You're like, あ、そう、Friend みたいな感じで、なんか会ったことない人でも
の話に行くって感じ、うん、憧れてたよな僕初めて黒人を見た日覚えてるね。リビング学校から帰ってきてリビング入ってって、そしてフィジーから何人かフィジーティーの黒人たちがいてで階段走ってあのベッドの下に隠れてちょっと怖かった。そんな、でもさそうやんな、なんか、うん、見たことのない人とかさ自分と違う人をに初めて会うと多分怖いっていうのは自然な反応やと思う、うん、でそういう反応をうちらもされてきたしうちらもするしある意味自然。でもその怖いって感じるのが自然やけどその次のステップが大事、なんかそれはコントロールできる、うん、分かるかな、うん、でも日本人にジロジロ見られたけど、うん、結構みんなフレンドリーやったよな、うん、うんうんうん、いつもなんかお人形さんみたいとかさ子供の時もさなんか日本人と比べるとあの唇赤いから、うん、いつも子供やのに口紅つけてんのっていつも聞かれてえつけてないのにって、もいつもなんかショックやってん。それかこれあ鼻めっちゃ高い鼻めっちゃ高い新幹線みたいとか言われるえ言われたことある。あ目でっかいとかも言われるよ。ジョンはちょっと特にジョンのなまつげに一回マッチ棒何個乗るかやってみて忘れたけどジョン超まつげ長い。うん、爪楊枝じゃなかった。あ、爪楊枝か。爪楊枝。もう一個ちょっと全然関係ないねんけど。最後の話。うち話すの大好きやから。昔はな、ジョンとアンディはうちのことをお姉ちゃんって呼んでてん。子供の時も。子供の時結構日本語で話してたやん。うん、で、お姉ちゃんって言われてて、ジョアナとか英語でジョアナって言われたらめっちゃ、何これって変な感じやってんか。どっかで変わって今はジョアナとかジョアナって呼ぶやん。今アンディとジョンにお姉ちゃんって呼ばれたらめっちゃ変な感じすると思うじゃない。そうやな、うん、And now we talk in English more じゃない。なんか3人いる時も結構昔は日本語やったのに今は共通の言葉が英語になってる、うん、まあ、うん じゃあこれでお話をおしまいにして、うん、またいっぱい話していくと思うし応援してくれてありがとう、うん、フォローとライクとシェアとそんな感じの面白い YouTube コメントのチャラチャラお願いします、うん、ちゃんと返事するからコメントしてください。じゃあバイバイ。バイバイ。